Welcome to ThinkTech Hawaii. こんにちは、ハワイ。A Japanese language broadcast streaming live downtown from、Honolulu and available on YouTube. And this, I'm your host, Yukari Kunisue. And joining me today in the studio is Mr. Yoshi Nakabayashi, or I should call Pastor Yoshi Nakabayashi, business pastor. 皆さん、こんにちは。ホノルルのダウンタウンから ThinkTech Hawaii が日本語でお届けしています。こんにちは、ハワイ。日本語放送です。今日は、ホストの国瀬ゆかりがビジネスパスターでいらっしゃいます中林よし奥氏さんとお呼びしているんですかね。スタジオに来ていただいています。中林先生、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ビジネスパスタっていうビジネス牧師という、ね、聞いたことがないでしょう。聞いたことがないですね。ないですね、はい、ちょっと説明をしていただいてよろしいですか。ですね、まあ、ところが実はこれはオリジナルの姿で、はい、その昔イエス様がおられた頃ね、はい、その教会とかまだない頃ね、はい、彼のその弟子たち、はい、みんなこうビジネスをしながら伝道してった。ああ、十二使徒と呼ばれる方たちですね。テントメーカー、はい、テントを直したりとかね、はいはい、そういう働きをしながらイエス様のことを伝えて世界に広がったと言われるんですね、はい、まあ、ですからそういう意味ではビジネスパスターというのは実はオリジナルの姿で、うん、はい、そういう言い方を聞いたことがなかっただけの話で。なるほど。オリジナルの姿って、まあ、キリストも大工でだったわけですよね、うん、そうですね。まあ、でも、まあ、はい、キリスト様はね、神様ですから、はい、その弟子たちは人間としてね、はい、そうどう伝えていくのか、ビジネスを通して人と出会って、はいはい、普段の生活の中で伝道していったっていうことですね、はい、でもそういうオリジナルの姿でありながら、今までの牧師さんの方でそういったお仕事をされて、まあ、サイドっていうんですかね、でもビジネス牧師というふうに名乗った方っていうのはいなかったんじゃないかと思うんですが。まあそうですね、はい、まあ、自分はやっぱりビジネスが出身で、はい、遅くになってからクリスチャンになったんですね。30を過ぎてから私は教会にね通うようになって、はい、まあ、ビジネスが先にあって、はい、そして教会との出会いがあって、はい、そして両方両立していきたいということで、はいはい、まあ、うちの教会からね、うん、インターナショナルジャパニーズクリスチャンチャーチという教会がこのハワイにありますけど、ホノルルにある教会ですね、はい、そこの2人目の牧師としてね、はい、そのタイトルをいただいた。なるほど。じゃあそのビジネス牧師というタイトルは教会の方から。そうです、いただいた。そうです、名前なんですね。自分で自立をしながら、はい、そして仕事を通して、うん、伝道していくと。なるほど、うん、はい、でそのビジネスとそれから牧師業だけでなく他のなんかいろいろなところも活動していらっしゃるというお話なんですが、まあ、いろいろっていうか、まあ、そうですね、まあ、社長であるということ、そして牧師であるということ、はい、その他に国際結婚の旦那であるということ、国際結婚をしてらっしゃるご主人でいらっしゃる、ね、はい、そして8人の子供が与えられたお父さんである、はい、8人のお子さんでいらっしゃるお父さんでいらっしゃる、ね、はい、そして、はい、その子供たちが今ホームスクーリングをしていると。ホームスクーリング、ね、はい、だから家で一緒にこう、まあ、常に空気のように常に共にいると、はい、なるほど。日本でもし見ていらっしゃっる方にはですね、あまりホームスクーリングというコンセプトがわからない方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、まあ、でも日本でも今はチアニッポンといって、はい、ホームスクーリングが始まってもう10年以上になるんじゃないですか。そうなんですね、はい、もしかしたらもっと長いかもしれないですね、はい、まあ、アメリカではもう何百万人という子どもたちがホームスクーリング、はい、聖書をベースにした教育をしていくと、はいはい、なるほど、うん、それはその学校、例えばクリスチャンの学校にお子さんを送らずにご自分のお宅で教育をされるっていうのは、まあ、ご夫婦で決められてやられてる。そうですね。私も教えますよ、算数とか。算数とか算数に体育に奉仕は私が専門ですから。なるほど。でこうカリキュラムを組んでらっしゃるわけですね。まあそうですね、まあ、キャリキュラムを勉強するのも大事なんだけども、うん、やっぱり生きることを学ぶ、人間としてどう生きていったらいいのかっていうことを学ぶことが、はい、メインの教えであるかな、はい、っていうことですよね。で今じゃあ8人いらっしゃるとこう年齢差があるわけですよ ね、 そうですね。一番下、一番上の方は一番下が8歳、一番上が26歳で、はい、今もう結婚して子供ができて。なるほどなるほど。じゃあ8歳から今は2番目の方までが学校に行ってらっしゃるんですか。いやもうそうですね、上の4人がもう高校卒業して下のあと4人が今なるほどホームスクーリング中と。あ、じゃあ今4人になってらっしゃるってことですか。そうですね、そうですね、はい。でじゃあ高校卒業するとホームスクールは大学はどっか行く必要があれば行けばいいし、はい、ただ自分を探すために大学に行かないでよって、
でじゃあ一緒に仕事をして、はい、ビジネスをして教会で奉仕をして、はい、そしてどうしてもその磨きたいスキルがあるんであれば、はい、その専門に行ってね、はい、勉強するのはいいでしょうと、なるほど、いう教えですよね。あのその8人がですね同時に勉強してたっていう時期があります？あのまあ全部がってことはないですね。やっぱり一番の下の子がいますから、うん、まあこう2歳ずつ分かれてますから2歳ずつ計画出産いやいやいや、まあはい、ね、上がっていくということで、はいはい、じゃあそのこうカリキュラムも自分教会の教え信仰にのっとった教えでこうカリキュラムを組んでらっしゃると、まあ人間は人間として生まれてきたってことですよね、うん、進化してきたんじゃないってこと。ハワイで教育をされてらっしゃるということですし、ビジネスも教会もハワイということなんですが、うん、お子さんたちは日英で育てられてらっしゃるんですか？まあ、それがね一つのうちの奥さんとの約束で、はい、あのハワイアンの妻ですから、はい、あのホームスクリーングはしたくないって、うちの奥さんはねやりたくない、はい、僕が望んだんですね、はい、でじゃあホームスクリーングをどうしてもしたいんだったら、うん、あの一つ条件があると、うん、私は日本語では教えられません、うん、だからその少なくとも英語、はい、国語は英語で教えさせてほしいと、はい、それがダメだったら私はできない、まあ、当然ですよね、当然、うん、日本語話せないんですから、ね、はいはい、まあ、ではそれはじゃあそうしましょうということで、はい、面白いですよ、その算数教えて、はい、サザン学とかってそれだけは日本語で言うんですよ、ここは日本語でできちゃ う, そう、英語で話しててククが出てくるっていう、はい、今奥様の話が出ましたけれど、はい、ちょっと写真見せていただいて、素敵な奥様なので If you can show the picture here, the first photoありがとうございます、はい、可愛らしいご夫婦でいらっしゃって、ね、この奥様が、ハワイのハワイの、はまあお母さんもお父さんも、はい、ハワイ王朝の血筋だと言われていましてね、ハノーハノーと言うんですけども、はい、聞いたことがあると思いますけども、はい、まあ 85% ハワイアンの血が流れてるという、なるほど、もう今ではもう珍しいですよね、どんどん混血混血になって、ね、はい、でその奥様にはハワイでお会いになったんですか？ハワイで出会ったんですね。そう。でやはりそのホームスクールは分かったやるけれど日本語はやれませんよと。で私も一緒に教えますということで、そうそう、奥様と2人でスクラムを組んで教えてきていらっしゃったということですね。でその8人のお子さんの写真をちょっと見せていただきたいと思うんですが、うん、You can show the second picture here. いっぱいいますね。はい、これはどちらで、なんか楽しそうですね。これはあのカネオヘというところに、はい、パッドパッドゴルフというね、はい、ミニチュアゴルフがあって、はい、まあ、毎週火曜日、私は牧師ですから土日が休めないんで、なるほど、火曜日を家族の日としてるんですね、休みの日として、はいはい、で買い物に1週間分の食料を買いに行ったり、はい、またこうやって家族で午後は、ね、ボーリングをしたりパッドパッドゴルフしたり、いいですね。これは何年ぐらい前の写真ですか？これはそうですね、そんな昔じゃないですよ、 4,5 年でしょう。なるほど、うん、じゃあ一番小さい方ってのはあの女の子さんですか？そうそう、女の子ですね。ママと一緒にいらっしゃる。あ、じゃあもっと最近かもしれないですね。 4,5 年も経ってないですね。まだ彼女は6歳ぐらいですもんね。楽しそうですね。あの Thank you。 そうするとこういっぱいいると、まあ、普通お子さんだから喧嘩もしたりするんですか？そうですね、あのまあ、よくね、はい、その言われるんですよね、はい、その子どもたちでソーシャルはどうするんだっていうね、うん、だけどやっぱりこれだけいると、はい、こっちで喧嘩したらこっちで遊んで、はい、こっちでまた喧嘩したらこっちで遊んでみたいな、なんか一つのコミュニティが家の中にあるみたいな、うん、まあ、それはこうわざわざ作ってというよりも自然にそういう感じになってる家庭でいらっしゃるんですか？そうですね、あの、まあね、その私はね一人子だったんですよ。一人っ子、はい、であのうちのお袋は体が悪くてですね、はい、あのお医者さんにこの子を産んだらあなたは長生きできないですよと言われたそうなんですよ、うん、この子っていうのは私のことですね、先生のことですね、はい、でそれでもいいから産ましてほしいと、うん、いうことで、はい、まあ、私は本当に健康に生まれてきて本当に感謝なんですけど、うん、はい、その通りあの私が10歳の時に亡くなってちゃったんですよね、うん、お袋がね、うん、はい、であのそれからやっぱりこう相当寂しい思いをしましてね、ですよね、特に一人っ子でご兄弟がいらっしゃらないってお母様が早く亡くなられた、そうなんですね、であの、まあ、我々クリスチャンの中ではラブタンクっていう言葉を使うんですけど、ラブタンク、ラブタンク、はい、やっぱりこの胸のあたりが空っぽ、うん、あ、うん、タンクがある感じなんですか？ここ愛のタンクがあるっていう、ね、愛のタンクが、で大体その今の世の中においてね、うん、犯罪を犯すとか、はい、やっぱりこう非行に走るという人は、はい、多くの場合ね、みんなはみんなじゃないですよ、はい、このラブタンクが空っぽであることによって、
例えば両親を知らないとか、はい、片親で育ったとか、うん、そういう愛が埋まらずに、うん、こうひびが入ってしまってるような、うん、じゃあちょっと漏れてたり、そう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 、いやだからそのギャングがこっちへ来い、かいがってやるからこっち来いみたいな、家族のような気がして、そう愛されたね、うん、気になって、うん、じゃあちょっとあれ盗んで来いとか言われてね、うん、もう気づいた時にはもう手遅れみたいなね、うんうんうん、だからやっぱりそのこのラブタンクを埋めることがとっても大切であるというね、うん、はい、そこに私は気づいたんですね、はい、でいつ気づかれたんですか。いやまあだから自分がずっと苦しかったから、あずっと寂しい気持ちを、ずっと苦しくて、はい、ね、一生懸命仕事してそれを埋めようとしたり、うん、一生懸命お酒飲んでそれを埋めようとしたり、はい、したんですけどお酒を飲まれてた、はい、埋まらないんですよこれが埋まらないの、うん、で教会に通うようになって、うん、そのラブタンクということを知って、はい、やっぱり神様の愛によって修復される必要があるということに気づいたわけですよね、うん、はい、なるほどこれは絶対に伝えなきゃいけないことだなということで、うん、ビジネスもし、うん、牧師にもなりたいと、なるほどね、いうことで、はい、まず自分が実践しないことには人に教えることができないですから、はい、自分の家族で、ね、はい、ラブタンクを埋めることを第一の目的としたのがこのホームスクリーン、なるほど、ラブタンクを埋めること、こうフィルアップしていくっていう感じですか？それが大事な目的。要するにエンプティネスを感じさせない。うん、だから今うちの子供たちに聞いたらどうだ、うん、ラブタンクはフルかって聞いたら、はい、溢れてるって言います。お風呂のように溢れてきていますという感じ。いやでも大事ですよ。やっぱりそれができて初めて世の中に出ていかないと、はい、生きる目的が。このなぜか分かんないけどこの辺が虚しいとかっていう言葉を聞くじゃないですか、ありますね、ちょっと演歌のないやいやでもだから演歌なんですよ、なるほど、うん、はい、皆さんラブタンクというのがここにあるそうでそれが溢れているという答えができるお子さんたちを育ててらっしゃる中林先生なんです、ね、じゃあそのラブタンクを中林先生がこう溢れるようなこう埋めていくっていうのはやはり信仰があったかと思うでしょうか。まあ、さっきの妻がねずっと祈っててくれたんですね、うん、私のためにね、うん、はい、出会った頃はまだね大酒飲みでお酒を飲んでるそばから、はい、普通だったらもういつまで飲んでるの早く帰りましょうよっていうのが普通じゃないですか、はい、でも彼女はもうニッコニコしてたんですよいつも、素晴らしい方ですねだから喜んでんだと思ったんですよ僕はお酒飲むの好きなのかなと思ったんですよ、ところがとんでもないニコニコしながら、はい、この人は何をしてるかわからないんですって神様に祈っててくれたんです。一日も早く目が覚めますように、はい、あ、ニコニコしながら祈ってくださっていた心の中で、僕に文句を言わずに神様に祈ってた。それはどうやって伝わったんですか。まあそれが、まあでもわかりますよね、普段の接し方で、うん、その文句を言わずに、はい、接してくれることによってだんだんその私のこの穴の開いていたラブタンク、ひびの入っていたラブタンクが、はい、彼女の愛でこう埋められていった、うん、そしてじゃあどうしてそんなことがあなたにできるんだってある日、はいはい、お前の信じる神様を私も知ってみたいって言ったっていうんだよね、はい、うん、だって彼女は自家発電でその愛を私に与えてるわけじゃないですよね、はい、彼女自身も神様からその愛を受けてるから、受けてるからタンクがいつも溢れてるから、溢れてるし他の人にこんなわからんちの私でも与えるほど溢れる余裕があったわけですよね、はい、じゃなきゃできないですよ、なるほどね、でその先ほどちょっとお話しされていたビジネスをもう一生懸命やってらっしゃってお酒も一生懸命飲んでらしてでなんかうまくいってるかなっていう感じがやっぱり途中でそうでもなくなっちゃったんですか。いやうまくいってるとは思ってないですよ、うん、もう常に何かが違うな、うん、何かが違うな、何かが違うなって、なるほど、で思いながら生きていたのに、はい、本物に出会えた、教会に行けるようになって、なるほど、そしてそれをビジネスを通して、はい、それで多くの人に伝えたいなっていうことでこういう本とかもできるわけですよね、はい、じゃあこの本のお話ちょっと後半にお休みいただいてからですね少しビデオを見せていただきつつお話を聞かせていただきたいと思います、はい、We're going to take a short break here. We'll be right back. ここでちょっとお休みをいただきます。 Thanks to our ThinkTech underwriters and grantors, the Atherton Family Foundation, Carol Monlee and the Friends of ThinkTech,the Center for Microbial Oceanography Research and Education, Collateral Analytics, the Cook Foundation, Duane Carisu, the Hawaii Council of Associations of Apartment Owners, Hawaii Energy, the Hawaii Energy Policy Forum, Hawaiian Electric Company, Integrated Security Technologies,
Galen Ho of BAE Systems, Kamehameha Schools, MW Group Limited, the Scheidler Family Foundation, the Sidney Stern Memorial Trust, Volo Foundation, Yuriko J. Sugimura. Thanks so much to you all. We're back from break. I'm Yukari Kunise, and this is Konnichiwa Hawaii, talking with business pastor Yoshi Nakabayashi in the studio. ライブでお届けしております Think Tech Hawaii の日本語番組こんにちはハワイ。今日はハワイでビジネス牧師をされ、8人のお子さんのホームスクールの校長先生もされている中林義さんにお話を伺っています。それでは引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ここでもう1枚写真を見せていただきたいと思うんですが、 Why don't we show the second picture or third picture? ビデオですかね。Let's take a picture first. これはとっても美しい写真なんですけれど、私はこう心に響いちゃったんですが、うん、ちょっと説明していただいてよろしいですか。手前が息子の結婚式、26歳になった息子の式式を私がしている。若く見えますねこの息子さんは。若いですよ26歳ですから。それを式を取り仕切られたのがお父様ということですね。そうですね、まあ、それもやっぱり牧師としての特権、うん、8人の子供を、はい、をみんな私が指式ができるというね。素晴らしいですね。で今息子さんはこちらにいらっしゃるんですか。一緒に仕事して一緒に教会で奉仕をして、はい、ということで、その牧師さんをやられているビジネスも続けていらっしゃる。このビジネスちょっと後ほどお話しいただきますが、最近ではビデオも YouTube もお出しになって本も出してらっしゃるでその辺をちょっと数分ですけれど見ていただきたいと思います。Let's take a look at the video here。皆様こんにちは。ビジネスと聖書の時間が参りました。今日はですね、この2冊の本をご紹介させてください。もうすでにお読みになっていただいたという方もいらっしゃるかもしれませんけども、 E グレープ社というところから、この2冊の本、中野雄一郎先生に推薦を受けてですね、出版をすることができました。なぜこの本を出版することになったかをちょっと簡単にご説明したいと思います。私は今牧師として 100%、 そしてビジネスマンの社長として 100%、 そして8人の子供のお父さんとして 100%、 ホームスクーリングの学長として 100% 生活をしておりますけども、1日のうちどういう時間が一番多いかなと考えてみると、やはり牧師としてカウンセリングをする時間がとても多いんですね。そしていろんな家族のカウンセリングをしている中で気づいたことがあるんです。それは聖書が教える優先順位がめちゃくちゃであることによって、家庭の中に問題がある。まあその優先順位のめちゃくちゃな度合いと家庭の中の問題の数が比例すると言ってもいいかもしれません。ということで、ちょっとこれまだ続くんですけれど、今ここに同じ本を持ってきていただいて、ね、ちょっと見せていただいてよろしいですか。はい、はい、こういった2冊の本をお出しになっているということで、これはどこで入手できますか。まあ、Amazon でも買っていただけますし、はい、このハワイでしたらうちの教会にブックストアが、はい、ハワイで唯一のキリスト教書店がありましてね。はい、書店がある、はい、あとはだから日本の本屋さん、はい、キリスト教関係一般の書店でも売られてますけども、まあ、Amazon で買われるのが一番いいかもしれませんね。そうですね、はい、分かりました、ありがとうございます。で、これからもどんどんビデオを作ってお話をされている予定でいらっしゃるんですね。そうですね。で、テーマは、まあ、5分ものの、ね、ビジネスと聖書という話なんですけども、はい、ビジネスと聖書、もう本当に一つ大事なことを5分で話す、はい、それをもういくつもパターンを作ってですね、まあ、自分も本当にビジネスマンとして本当に長いこと、先ほども言いましたけど、はい、ラブタンクが空っぽで、はい、本当に悩んで、人生って何なんだろうなって分かんなかったんですよね。で、そのラブタンクが埋まる過程において、うん、はい、いろんなことを学んだわけですよね、はい、それをだからこの5分ものの、はい、YouTube で、はい、シェアをしたい。自分だけのものにしないで、はい、自分が変えられたことを一つでもシェアしていきたい、うん、まあ、この本がね、その、
インターネットは私は使えないから本にしてくれって言われて、はい、そのうちの24話がこの中にあるんですけど。なるほど、24話の感動のお話がここで読めるということだそうです。ね、そうですね。はい、確かにこういった、これを見てくださっている方も YouTube で見てくださっていると思うんですが、この媒体を使うと本は今ちょっと読む時間がないとか、ね、教会はちょっと敷居が高いという方も、いや、ぜひね、ビジネスと聖書と日本語で YouTube を打ってみてください。はい、そうすると私の顔がずら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 と出てきますから、はい、それは1個2個読んでいただくと、はい、なるほどと分かっていただきますから。ご自分で体験されてビジネスマンとしてずっとやってこられて、ここから来た、教えというか学びですね、うん、やっぱりだから意味があるんだと思います。今、私は55歳ですけども、うん、はい、これが25歳の時に同じ話ができるかっつったら、はい、できないと思いますよ、うん、やっぱり今までのビジネスの体験、はい、それから離婚も体験した、はい、そして再婚した、そしてこういう中で子供8人を育った、はい、ってるっていう、ね、進行形ですよね。やっぱりその中で、はい、5分ものの話ができるんだと思いますよね。なるほどですね。ぜひ見ていただきたいと思います。そうですね。私もちょっと見せていただいて、中で一つとても心に響いたことがあるんですけれど、いろんな、私も含めていろんな方がいろんな役割を人生で負ってるわけじゃないですか、はいはい、中林先生のように忙しい方はいないと思いますけれど、お母さん役をやっている、お父さん役をやりながら、これもやるあれもやるというのが、でやっぱりもうどうしようっていうふうになっていらっしゃる方が多いんじゃないかと思うんですが、先生のお話だと、ここに順位をつけなさいと。そうですね。ちゃんと順位が決まってるよと、うん、そのお話をちょっとさせてしていただいてよろしいですか。そうですね、はい、私牧師として今一番時間を費やすのはカウンセリングですね。カウンセリング、カウンセリング、はい、やっぱり夫婦の問題、子供のこと、はい、自分の将来のこと、いろいろこうカウンセリングし、相談をしたい、はい、誰でも相談ができるわけじゃないですよ、ね、そうですね、個人的なことでもありますしね。で、はい、でやっぱり秘密は守ってくれるかどうかね、うん、普通の友達に話したら噂になって、はい、3日経ったら全員してたみたいなね、なんであなたがその問題知ってるのみたいな、まあだからそれは守秘義務として、はい、やっぱりある程度その牧師として信頼を受けて、うん、相談に来られるわけですよね、はい、でいろんな話を聞いてやっぱり行き着いたのは、はい、人生の優先順位がバラバラなんだなっていうことに気づいたんです。優先順位がバラバラ。バラバラ、はい、優先順位がバラバラであればあるほど家の中に問題がある、うんうん、問題の数とこの優先順位のバラバラ度が比例する、うんうん、バラバラ度が比例している、はいね、これはじゃあお父さんとかお母さんの優先順位ですかね。そうですね、はい、例えば私が昔はね、仕事が一番、うん、仕事が一番、趣味が2番、趣味が2番、それ以外はパイの外パイの外だったんですね、ね、黙ってついてこいみたいな、まあ、猛烈ビジネスマンのよくあるパターンですね、はい、で奥様方は旦那の順位が一番下、うん、子供が一番みたいな、はい、だから皆さん耳に痛いじゃないですかこれじゃ問題になりますわ。バラバラ度がぐっと高いわけですね。そうです。バラバラ度をこう少しまとめて優先順位をするためにはどこに、うん、まあ、はい、じゃあね、私はキリスト教の牧師ですから、はい、1番は、まあ、当然神様、神、ね、はい、2番目は夫婦の関係、夫婦関係、夫婦ですよ、子供じゃないですよ、はい、夫婦の関係ですよ、はい、仕事でもない奥さん、奥さんが大事ですよ、ご主人、奥さんが2番、旦那が2番に来なきゃいけないですよ、はい、3番目が子供、はい、3番目がお子さん、子供との関係、はい、4番目が健康、うん、健康、5番目が仕事、はい、やっと仕事です、ここでやっと仕事だそうです仕事はだいぶ下の方に、トーテンポールの下の方に置いてますけど、はい、そして6番目が趣味と、はい、6番目が趣味ですか。そう、最初に持ってきてる人がいると思いますけど、まあ、このハワイではね、趣味、はい、サーフィンがナンバーワンっていう人が結構多いですね。やっぱりね、そうするとやっぱり弊害がありますよね。うん、サーフィンが悪いわけじゃない、趣味が悪いわけじゃないんだけど、その前にやらなきゃいけないことがあるでしょうと、ういうことですよね。で、例えば具体的にですね、まあ、牧師さんをされてる場合は、まあ、神様が先にっていうのはよくわかるんですけど、まあ、信仰がない方にとってもですね、ご夫婦を一番にするっていうのは、例えばどういうふうにしたらいいんですか。うん、ですね、一つのいい例をね、お話ししたいんですけど、はいはい、要するに子供が自分の家の中で神様になってしまってる家庭があるとするなら、はい、それはもう絶対ダメです。うん、子供はバカじゃないですから、今泣けば物を買ってくれる、はいはい、私の言うことでこう泣きながら薄目でお父さんお母さん見てますから、はい、うちの夕方6時にね、はい、私が電話するとうちの奥さんが電話に出て、何を言うかというと、普
通だったら、はい、なんでこんな忙しい時に電話して早く帰ってきて手伝ってよ、あなたの8人の子供を助けてるんだからもうめちゃくちゃだから言えよ早く私いいそうなんでこんな時に電話してくるんだよガチャンって切られちゃう。ところがうちの奥さんはやっぱり偉くてですね、はい、こう言うんですよ。はいハニーちょっと待ってね、子供たちにはい静かにしなさい、今私の人生のナンバー2から電話がかかってきたから、はあ、静かにしなさい。そうすると電話の聞こえるんですね、電話の向こうでピタッと静かにする、はあ、8人の子供が、はあ、分かるんですよ。そうすると2ついいことがあるんですよ、うん、1つは、はい、私がこの家でナンバー2だということを確認できるわけ、うん、タンクがこう埋まってきますね。そうでもう一つは子供たちにあなたはナンバーワンでもなきゃナンバーツーでもなきゃこの家ではたったのナンバースリーだよと、あお父さんがあなたの上を、うん、その上に神様がいるんだよと、うん、だから子供たちが家の中で神様には絶対なれないんですよ、うん、なるほどね。大事ではあるけれど順位があると、順位があるそれをしっかりとできてるようでできてない、まあ、さっきも言いましたように子供が一番旦那が一番下、うんね、あなた大人なんだから自分のことは自分でやってよって、確かにそう、はい、だけどそういうことによって旦那がだんだん家に帰ってこなくなってくるっていうのは、うんはい、地位が低いから。奥様方よく聞いてくださいこの話を。でそれからこう導かれるあの中林先生の話で成功ということについてお話になっていらっしゃる、はい、その成功の功がですね幸せの幸福の功という、これをちょっとお話しさせ、まあ、していただいていいですか。一言で言うと、はい、成功というのは、うんただお金持ちだけじゃ成功じゃないですね、うん、ただ有名人だけでも成功ではない、うん、やっぱり全てがバランスよく成功していなければ、はい、うまくいっていなければ、はい、例えば夫婦の関係、うん、子供との関係、うん、自分の健康管理、うんね、そして仕事、うん、そして趣味、うん、そして収入、うん、そして地位、全てがうまくバランスが取れていて初めて成功というんじゃないんですかって、うん、なるほどですね。もっとお話聞きたいんですけど、だんだん時間がなくなってしまいました。ビジネスのことも少しお話ししていただいてよろしいですか、はい中林今度は3ですね、中林さんのビジネスは、どこにコンタクトをつけさ、まあ、これですね、はい、これ水素水というねボトルの水を売ってるわけじゃなくて清水機を販売してまして、日本の一部上場企業の日本トリムという会社の製品をですねこのハワイで販売をさせていただいてると、うん、もう11年目になりましたけども、はい、もう今ハワイでもハワイは世界一美味しい水だと言ってましたけど、うん、みんな水を買う時代になりましたね。そうですね、うん、塩素が臭い、はいねはいはい、やっぱりこうパイプが古い、うん、サビだらけみたいなね、うん、だからやっぱりこう浄水器清水器を使う時代になりました。なるほど、じゃあこれはどこにコンタクトをつけて、いや私に電話いただければ、はいはい、それは何で検索したらよろしいんでしょうか。ハノナカ .com ハノナカですか。ドットコム。はい。HANONAKA。はい。ハノナカ。またはビジネスボックスで。ビジネスボックスでませんね。はい。まあ、言った私の会社のホームページに行きますね。はい。ハワイにいる方は例えば日本の雑誌とか新聞などにもいろいろ広告が出ているようなのでご覧いただければと思いますが、はい。はいそれではそろそろなんかもっと聞きたいんですけどお話もう終わりですか、はい、これからじゃないですか。もう終わりですか。中林先生今日は大変有意義なお話をありがとうございました。 We are out of time. Pastor Nakabayashi, thank you so much for coming and stay tuned for more shows in Japanese. Thank you all for watching. Think Tech Hawaii. I'm your host Yukari Kunisue. See you next time.